ready. What's going on, guys? Welcome back to the channel. Welcome back to some more Monster reactions. All right, so Monster is gearing up. We got 14 episodes to go. Gonna be doing 61 and 62 right now. I'm loving this series, man. It's good to chill. It's good to chill sometimes and watch, you know, some slow series. You know what I'm saying? Some slow episodes of Monster, because you know how crazy it can get, you know. So laying down some context, fleshing out some characters. Love the last two episodes I watched, you know, featuring Ava and showing how far she's come and how much changed has gone through her. I think she is heading to her demise, her thinking that she can go take out Johan. That is just not a good idea for her to go after Johan, because at this moment in time she should be dead, you know, but because of circumstances and with Martin decided not to take her out. So and then she wanted to die also, but you know, I can't even fathom come up with a theory to tell you what I think is gonna happen at the end of this series. I mean, I wouldn't even be surprised if Johan just gets away with everything. You know what I'm saying? So at this point, it's just like moot for me to even try to tell you guys what I think is going to happen, because I'm gonna end up being wrong anyways. But in any case, guys, let's jump into the episodes. I will see you guys at the end for the review. ウェイトレスの仕事も見つけたし、住む場所も見つかったけど、このベッドはひどいね。僕が乗っかっただけでこんなに傾いちゃうんだもん。ニナが寝たら人たまりもないよ。僕、このベッドに寝るから、ニナはそっちのソファで寝た方がいいよ。あなたの寝る場所はないわ。あなた、ミュンヘンのドクターライフワインのところへ戻りなさい。なんで？なんでって、あなた学校行かなきゃ。 学校なんか行かなくていい。勉強はどうすんの？ニナが教えてくれてるじゃん。勉強だけじゃない。このままじゃ友達もできないでしょ。友達いるよ。ニナに天馬。大体僕がいなけりゃニナだって心細い。くせに、とにかくあなたはミュンヘンに戻りなさい。やだ、ミュンヘンなんか行かないもん。 ちょっとニナ、また今日も行くの？ねえ待ってよ。もういい加減諦めなよ。毎日同じ場所を行ったり来たりしてさ、何度やっても同じだよ。何も思い出せやしないよ。ニナ！ この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ここで私たちは暮らしていた。母さんと私、そしてヨハン。あの日ヨハンは階段を引きずられるように連れ去られた。やだ、やめて、離して。母さん、ニナ。確か、ニナは今の私の名前。あの時、私は何て呼ばれていたの？ の名前は何？
ヨハンを乗せた車はこの道を走って。彼に隠し事をしちゃダメだよ。ここで子供たちを集めて朗読会と呼ばれるものが開かれていた。この赤いバラの屋敷で。鍵が壊されてるよ。ここで作り上げようとしていた優秀な生徒。優秀な生徒って何？大丈夫？この痛み、この痛み、まさか。Could it be what？私はこの部屋で待っていた。母さんの帰りを、ヨハンの帰りを、この絵本を読みながら。人間はね、何にだってなれるんだよ。朗読会を開いていたボナパルタの本を私はこの部屋で読みながらヨハンの帰りを待っていた。 OK。 私は笑いながらこういうの。開いたドアに向かって、おかえり。What did she do? ちょっと待ってください、部長刑事。刑事の横に座って話を聞くだけにしてくれとはどういうことです？我々はあなたの要求に最大限応じているつもりですがね。最大限？ただでさえ一人につき30分という制限付きなんですよ。彼らの話を聞けるだけいいでしょう。我々がここまで協力するのは例外中の例外なんですよ。東方としてもやっとの思いで5人の証人の事情聴取にこぎつけたんです。ですからこのチャンスに少しでも多くの証言を。甘いな。おそらく彼ら自分の過去についてなんて喋りたがりませんよ、あの朗読会の子供たちは。まあ今回発見された大量の白骨死体の事件は間違いなく旧チェコスロバキア秘密警察が関わっていることでしょう。しかしね、この手の真実ってやつはだいたい藪の中ってことで終わるんです。なあ、彼がこの件の担当刑事です。ドイツからいらしたバーデマン弁護士だ。あた頼んだぞ。スーク刑事です。よろしく。 OK。 質問事項はあらかじめ私がまとめてあります。すべて私の指示通りにしてください。あなたは単なるオブザーバーとして同席していただきます。
チェルベニー通り3番地、通称赤いバラの屋敷。今は消失し、このような状態になっていますが、間違いなくあなたは1968年、ここで朗読会に参加していましたね、エルノさん。どうなんですか？フランツ・ボナパルタという人物をご存知ですか？黙っていてもらいましょうか。時間がないんだろう。慎重にやりたいだけです。慎重にやって何も情報を得ないまま終わるつもりか？あなたはここまでこぎつけた私たちの苦労が分かってない。悲しくないな。この屋敷が私の心の支えだと思っていた。焼けてしまった屋敷の映像を見て、もっとなんていうか悲しみが湧いてくるかと思ったが、郷愁のようなものを感じませんか？郷愁？そうです。あなたにとってここは学校のようなものでしょ。バーデマンさん、黙っていてください。私の用意した質問が。わからないな。悲しみ、郷愁、わからない。心の傷？どういうことですか？ええ、ですからあなたが朗読会に参加されたことで何か現在に影響していることはありませんか？いや、別に。あなたご家族は？答えなくていいですよ。あなたには権利があります。離婚しました。いや、妻とは別にこれといって問題はなかったんですがね。子供が、長男も次男も自殺しましてね。別に問題があったわけじゃないんですが、なぜか二人とも。なんで自殺なんかしたんでしょうね。何が言いたいんですか？君の質問の仕方があまりにマニュアルに頼りすぎてると言ってるんだ。現にここまでどれだけのことを聞き出せたかね。最近の若造によくあるタイプだ。どうせ好きな女口説くのもマニュアル通りなんだろ。まるで親父面ですね。私には父親はいませんが、あなたみたいな親父ならまっぴらだ。次の方、お入りください。朗読会の思い出ね。何でもいいんです。どんな些細なことでも。平和の神様は大忙し。何をいきなり。鏡を見る暇もなく毎日ラッパを吹きます。クラウス・ポッペ作平和の神様、これご存知ですよね。ああ、なんか覚えがあるな。その他にも西の怪物と東の怪物がどうしたとかいうのも好きだったな。これらの作品のどこに惹かれたんでしょうか？なんていうか、別世界に連れて行ってくれる感じっていうか。別世界？そうだな。泣いたり喜んだり怖がったり、そういったものがなくなる感じかな。なぜこの本でそんな風に。わからない。ただ実際何も感じない。自分の名前すらいらなくなる。これが本当の自由だ。そんな感じがしたんだ。どうしてそんな感じに。フランツ・ボナパルタに教えられたんでしょう。そんな名前だったっけな、朗読してくれた人。それが朗読会であなたがはっきり記憶していることなんですね。はっきり覚えていること。いや、ある日ね、男の人があの屋敷を訪ねてきたんだ。ラジオ局の人だって言ってた。ん？その人は虹の彼方に行って曲が好きだって言って、いやオズの魔法使いの話をしてくれた。どんな男だった？教えてくれ、その男のことを。何考えてるんだあなたは。いい加減にしてください。頼む、どんなことでもいいから。あなたの目的は何なんですか。まるで個人的な感情で事情聴取してるみたいだ。あんただって個人的だろ。秘密警察が関与したとされる一連の事件の濡れ衣を着せられた若手刑事、あんただろ、スーク刑事。あんた自分の疑惑を晴らすために必死になっている。違うか。私も同じだ。私の父は旧東ドイツのスパイとして投獄された。私は冤罪だと信じ続けた。だが父は本当にスパイだった。私は何も信じられなくなった。
この世の全てが信じられなくなった。だが今私はある男の冤罪事件を追うことでもう一度信じられるものを見つけようとしている。あの証言者の言っていたラジオ局の男、私の父だ。父は赤いバラの屋敷における洗脳実験に関与していたかもしれない。目を背けちゃいけない。本当の真実を知るためには。なあ、もう帰っていいかな。いや、もう少し。さっきの男の話なら、彼は俺にこう言ったんだ。早くここから逃げろって。ん？虹の彼方にきっといいところがある。それは家族のいるところだって。オズの魔法使いのドロシーは、最後には家に帰ることができた。君もこんなところから早く逃げろって。で、俺はそれっきりあの屋敷と縁を切った。もういいかな。女房とガキが待ってんだ。ああ。So his father was trying to get the kids away from there? 目を背けちゃいけませんね。ああ。事情聴取、あと二人です。あ、続けよう。ほれ、ギータ、ぼーっとしてないでしっかり持て。お前の勉強机なんだぞ。うん、ニナはプラハで何があったか話したがらない。お前から聞いた話だとあの子はおそらく相当なところまで記憶が蘇ったようだ。だがどうやら最後のところで記憶回復にブレーキがかかった。お前のおかげでな。僕いけないことしちゃったのかな。いや、ディータ、お前はよくやった。あ、早いとこ仕上げて白ソーセージでビールはグイッと。白ソーセージなら昨夜全部食べちゃったよ。ああ、そうだ、なんてこった。ドクター、ドクターの大好物白ソーセージ買ってきましたよ。Coming in clutch Carl with the clutchness. ドクターライヒワイン、お元気ですか。長い間連絡も取らず申し訳ありませんでした。ご心配おかけしました。私は無事でいます。ドクターライファイン、実はお願いがあります。エヴァ・ハイネマンという女性をご存知ですね。彼女は今ある組織に追われています。彼女をそちらに向かわせました。どうかエヴァをよろしくお願いします。そしてニナとディーターをよろしくお願いします。もうすぐです。私はこの事件を終わりにする方法はこれしかないと思っています。建造天魔より。これは3日前に届いた手紙だ。エヴァが私の元に現れる気配はない。どこから投函された手紙だろう。消印もよく見えないわね。調べられる、カール。ああ、多分。そうしたら天魔の居場所もわかるんだね。ただちょっと気になるのはこの最後の一文。この事件を終わりにする方法はこれしかないと思っています。You trying to kill Johan, bruh. 勉強机を仕上げるか。一杯やっちまったから手元が狂うかもな。ライヒワイン先生、すべて思い出そうと思います。その時の覚悟はできているのかね。はい、だからどんな方法を使ってでも私の記憶を。正直言うと私は何もしたくない。しかし君が本心からそれを望むなら。いいんだね、ニナ。はい、ドクター・ギーレン。ただん、今からこの催眠療法で私が話すこと、とてつもなく怖いことかもしれない。先生も耐えてくださいますか。ああ、大丈夫、一緒に立ち向かおう。それじゃあ目を閉じて大きく息を吸って
って全身の力を抜いて。お母さんはどんな人だった？お母さん、お母さん、優しい。歌声、綺麗な歌声。豆スープの匂い。お父さんは？お父さんは政府の軍人。政府の軍人？会ったことあるのかい？会ったことない。お母さん言ってた。お父さん殺された。お母さんは反政府運動。お父さんは殺され、反政府運動の活動家だったお母さんは逃亡した。誰から逃げたんだい？三匹のカエル、隠れた。でもお兄ちゃん捕まった。メガネの男に。お兄ちゃんが捕まったんだね。赤いバラの屋敷、たくさんの人死んでた。それをお兄ちゃんが見たのかい？痛い、バラの棘、痛い。おかえり。ニーナ。分かったよ、天魔の手紙の投函場所。どこ？フランクフルトだ。ニーナ、何もかも思い出したんだね、ニーナ。私はニーナじゃない。じゃあ君は誰？言いたくない。大丈夫だよ、怖くないから言ってごらん。君は誰？言いたくない。大丈夫、怖くないから。言いたくない。え？ただいま。ただいま。今から手を叩く。そしたら君は催眠から目覚める。ニーナ！大丈夫です。 What the hell？ 私今とんでもないことを話した。いや、催眠状態の君はそれを話すことを拒否したよ。だが君は全てを思い出したんだね。ライヒワイン先生、ディータ、突然出ていくこと許してください。天魔のいるフランクフルトに行きます。分かったんです、全てが。私が誰なのか、ヨハンはどこから来てどこへ行こうとしているのか。私が行けばこの事件を終わらせることができます。私が行けば天魔を救うことができます。今この世界で分かること。 Everything is kind of going towards this one place where he is. So she says she understands where Johan is heading, or maybe she's talking about Tenma, where Tenma is heading. But what is going on with Ni-Na, man? Like, I wonder if she was trained too. Like, they were trying to turn her into a monster too, but she didn't go all the way. You know what I'm saying? I don't know, man. Let's get to the next one. まだ赤いバラの屋敷の実験は続いている。悪魔は弟子を手に入れた。メガネの男、赤いバラの屋敷の生き残り、ペトル・チャペック。
Who the hell is Petr Čapek? The baby. Oh no. Yo, he dipping. Got knocked out of your shoes, Tenma. Oh shit. Damn. It's been so long since we've seen her. Isn't this the same girl from... Oh, I guess it's not. I thought it was the same girl from when he got a training from the army dude. Yeah. ドクター天馬、天才的な脳外科医。新聞で見たよ。あなたはこの辺りで歯科医をやっているミラン・コラージュ。あんたが車にはねられたところを飛びかかった。はねた車は慌てて逃げた。まだ寝てた方がいい。いや、あなたに迷惑がかかる。そんな足でのこのこ外へ出て、ここいらで警察と取り物になる方がよっぽど迷惑だ。ここいら。フランクフルトのトルコ人街だ。トルコ人街。いや、トルコ人街だったというべきかな。再開発とやらでそこら中取り壊しだ。ここにいたトルコ人たちもほとんどが他のところに移っていった。以前極右の連中に焼き打ちをかけられた時は力を合わせて戦ったもんだがね。バヒールってカフェももうないのですか。ああ、もうとっくにない。あんた知ってんのかい、この辺り。ええ、ちょっと。ところで起き上がれるんならあっちで食事するかい。みんなで食った方がうまいだろう。今日はベトナム料理だ。ムインが作ったフォーガーとチャーゾートム。ムインのベトナム料理は格別だ。遠慮なく食べてくれ。おいしい。俺は豚肉が大好物なんだが、トルコ人は豚はご法度だからな。チェコ料理はあまりいただけないな。あれはミランの料理が下手だからだよ。悪かったな。みんな変わる変わる故郷の料理を作ってるのよ。毎日いろんな国の味が楽しめるなんて贅沢だろ。ドクターテーマは日本人でしょ。日本の料理ってどんなの。日本の料理か。そうだ、今度作っておくれよ。楽しみだわ。そうだな、カツ丼は豚を使うし、寿司、生魚は食べられない人もいるか。親子丼なんかどうかな。Chicken and egg on rice? Give me that. 卵を絡めた鶏肉を乗せて。なんでそれが親子丼なんだ。鶏が親で卵が子供。それで親子丼？信じられないセンスだな、日本の料理は。
鳥と卵で親子とはね。あ、どうしたの天満。いや、あ、食事が口に合わなかった。いや、美味しいですよ。こんな美味しい料理、こんな楽しい食事は本当に久しぶりです。おやすみ天満。おやすみ。 It's crazy, Bradley. どのくらいかかるか、歩けるようになるまでもたもたしている時間はないのに。ペトル、チャペック、ジュー、ペトル・チャペックの行動を追ったレポート。変だと思っただろう。あんなに手際よく警察が集まったのはあんたを捕まえるためじゃない。もともと警察は俺のために張り込んでたのさ。 Who the hell are you? 俺はペトル・チャペックを殺す。Who the hell is this guy now? This is nutty, man. おかしいな。昔はすごく飛ぶのを作れたのにな。ミランは紙飛行機作るの上手だよ。スーって向こうの屋根まで飛んでいくんだから。そうか。ミランはいつもこう言うんだ。いつも約束するんだよ。今にあの屋根なんかよりずっと遠くへ行くぞ。トルコに行って、ベトナムに行って、チェコにも行く。みんなの故郷をみんなで見て回ろう。まあ、ね。うん。それ。ああ、やっぱりダメだ。なんで飛ばないの？おかしいな。俺はペトル・チャペックを殺す。なぜ、なぜミランさん、あなたがそんなことを。その男は、ペトル・チャペックという男は悪魔だ。1989年、チェコスロバキア共産党支配の崩壊前夜、奴はこの国に逃れてきた。ここフランクフルトに住み着いたチャペックはドイツ語の教師として授業を始めた。物静かな男だ。ところがある頃から子供たちに変化が起きた。彼の授業に出ていた子供が次々に自殺した。そして極端な暴力性を見せ始め、ついにある日、子供同士の殺し合いと言ってもいいような集団暴行事件が起きた。俺はその事件の首謀者と言われた少年が収容された施設に面会に行ったよ。彼はぽつりとこんなことを言った。早く朗読会に戻りたい。朗読会。その少年はその夜施設内で自殺した。俺の息子だ。チャペックはそんな騒ぎの中、消えるようにこの町を出てった。次に町に現れた時、奴は別人のようだった。フランクフルトの闇の組織を従え、極右グループと手を結んでいた。そしてこの町のトルコ人やその他の外国人たちの排斥を始めた。あの男がこの町で何をしようとしているのかはわからない。ただ彼の暴力が頂点に達したのが1996年のトルコ人街焼き討ち事件だ。あんたもその事件は知ってるんじゃないか。 Yeah, he was there.ニュースで。この町の人間は自警団を作り、連中に対抗しようとした。ところが自警団のリーダー格の5人の人間がわずか3ヶ月の間に次々とおかしな死に方をした。その死んだ5人というのは、それ今の息子、I'm thinking that's when they had ムインの夫、息子、
the bombs. I could be wrong. That's what I'm thinking of. But Tenma was there. Wasn't he there saving people? あんたがなぜチャペックを見張っていたのかは知らない。ただこれだけは言っておく。チャペックを殺すのは俺だ。I'm pretty sure that I'm remembering correctly. 今度のはなかなか良さそうだ。無理だよ。いや、頑張って。頑張ったって無理なものは無理なのさ。僕ら分かってるんだ。トルコやベトナムにみんなで旅行なんてできるわけないってこと。旅行なんか行かなくても、このままミランやトゥーンと一緒に暮らせればいいんだ。うん。さあできた。今度こそ飛ぶぞ。それ。ほらね。あ、お。やった、飛んでる。すごいすごい。ミランさんみたいに屋根の向こうまでは無理かな。でもなんとか飛んでいる。諦めなくてよかったろ。うん。諦めちゃダメだ。俺の銃はどこだ。引き出しの中にあった俺の銃をどこへやった。チャペックを撃つチャンスが来た。これから行く。銃を返せ。あなたにそんなことさせられない。あなたに銃を渡すことはできない。これはあんたのコートの中にあった銃だ。トレーニングを積んだ使い慣れた銃で本番に挑みたいんでね。俺の銃を出してもらおうか。あなたには今の家族がある。あなたはそんなことしちゃいけない。ずっと長い間チャペックの行動を追っていた。今日ほどチャペックを狙えるチャンスはない。お願いだ、やめてください。ミランさん言ったはずだ。邪魔するな。Tough, man. 今復讐しても Cause I don't know what the objective is. それよりもこれからのこと。あんたにそんなこと言われる筋合いはない。ミランさん、俺とあんたは同じなんだよ、ドクター・テンマ。あんたのことは調べた。あんたの主張したことが本当なら、あんたと俺のやろうとしてることは一緒だ。あいつはあんなやつじゃなかった。俺の知ってるあいつはあんな悪魔じゃなかった。俺とペトル・チャペックは同郷の幼馴染だ。俺があの男をこの国に呼んだんだ。Damn. It's that same situation, right? It's like he feels responsible for who he became. But the thing about it is, the difference is, Johan was already... He was already a killer before Tenma ever met him. Yeah. Yeah.俺たちはチェコスロバキアとオーストリア国境近くの町で育った。俺は職人の子、やつは役人の子だが、俺とやつは妙に気があった。1989年、チェコスロバキア共産党体制が崩壊した時、彼の亡命を手助けしたのは俺だ。あの悪魔をこの国に呼んだのはこの俺だ。
去年のソ連軍侵攻の時はお前がどうしてるか心配してたんだ。知り合いは何人も引っ張っていかれたがね、俺は無事でここにいる。お前は？俺か？俺はなんとかかんとか駆け出しの歯医者として食いつないでいるよ。ミランが歯医者か。お前手先が器用だったもんな。お前みたいな世渡りの器用さも身につけたいよ。確かにソ連が入ってきた後も今の地位にいられるのは世渡りのうまさだったのかもしれない。あのプラハの春の時にはいろいろ楽しんだからな。西側にも行けたしさ。子供の頃よくそんな話したっけな。向こう側はどんなだろうって。その答えは出たのか？出たよ。で？何もなかった。向こうもこっちも。この国は間違っている。だが向こうの国も正しいわけじゃない。なるほど。私が世渡りがうまいと言っていたが、実は私の能力を買ってくれた人物がいる。おお。彼と出会えたならもう今の地位なんかどうでもいいと思えるくらい素晴らしい人物なんだよ。向こうの国にもこちらにも何もないという結論を出した私に全く未知の光を与えてくれた。全く新しいものを生み出す人なんだ。で、その人は一体何を生み出す人なんだ？何を？そうだな、恐ろしいものかもしれないよ。今思えばあの時あいつの何かが壊れ始めていたのかもしれない。俺の銃を返してくれ。That is what Johan does, man. He just, you know. ほら、あんたの銃返すよ。ダメだ、ミランさん。あなたはそんなことをしちゃいけない。止めても無駄だ。俺はあいつを殺す。あなたには今、一緒に暮らしている家族が。その家族の肉親を殺したのはあいつだ。俺があの男をこの国に連れてきたから、彼ら殺された。そして、俺の息子も。この町の焼き討ち事件の時、未だにトルコ人たちの間で語り草になっている人物がいる。必死に怪我人の手当てをし、懸命に火を消し止めようとした日本人がいた。Yeah, that's what I'm saying. I know it was the same event I'm remembering. And they were, you know, a bunch of bombs were set there. They were trying to bring in New World Order or whatever they were trying to do. 行くよ。時間だ。So I'm like, I know Tenma was there helping people. So I don't know why he's told him no. Iran-san. 止めてくれてありがとう。俺があんたの立場だったら、やっぱり止められないと思うよ。Man really is planning to kill this guy in a crowded room. Oishii. Ah, これは確かにうまい。すごくおいしいよ。日本の親子丼。うん。足大丈夫？手伝いましょうか、ドクターテンマ。いえ、もうすぐミンさんの分もできますから。ミラン遅いわね。もうすぐ帰ると思うんだけど。な、出来たてを食べてもらった方がいいので、ミランさんの分は後にしますから。そう？じゃあお願いね。フランクフルトのエーデルハイムコンベンションセンターで銃を持った男による発砲事件が起きましたが、犯人は会場内の警備に当たっていた警察官によって射殺されました。その他の被害者はありませんが、各界からの要人も数多く出席しており、場内は一時騒然となりました。なお、犯人の身元、犯行目的などは未だ判明しておりません。ではここで、偶然撮影された事件の瞬間の映像をご覧ください。
Damn, bro. Milan ain't coming back. He just got killed. That's crazy. It's, I guess it's the same guy that kept I'm wondering if that's France Bonaparte. That's what I'm thinking, but as I said, don't want to go too far into the theory. See you guys for the review, man. Yeah, it is nutty to say the least about this series is how nutty it gets sometimes, and how the connections from everything that we've seen happen, and now we're having the tie backs to everything that we've seen earlier in the series. Tenma is just one of those characters that feels like he has to take on the burden for everybody else, because he feels like he alone can stop Johan. And as I said before, there's plenty of theories that I could come up with as to how this is going to end. I'm just not going to venture into that, but we can always talk about what we have already watched. Nina has now recognized, you know, now we kind of got a confirmation of who this guy really is. You know, is a guy that she's always flashing back. You know, he's sitting in the front of the car looking back at her and saying that one line. And he's also the guy that comes through the door too when she's in there with the book and stuff. So I'm wondering if this guy, I mean, I know he's Peter, whatever they want to call him, but I'm also wondering if there's a possibility that he could be Franz Bonaparte. Maybe I'm just grasping at straws with that theory. So that's the I don't think he is. I don't think he is. But it just has me thinking that he could be. Because if she remembers him, that simply means that he has a connection with the Rose Mansion. Then you have them talking about, you know, they are the Rose Mansion operation is still active. They're still trying to create these monster kids. And then, you know, you had the flashback of, you know, how the like the kids that were going to the mansion, how, you know, they would just break out into these fights, fighting each other and stuff like that. I think there's maybe there's some connection to Kinderheim also, a bigger connection. I don't know if it's the continuation of what happened at Kinderheim that they continued in the Rose Mansion. You know what I'm saying? Like, I'm looking at it and I'm like, there's so many stuff that just, you know, not real. It's like you have all the puzzle pieces, but you can't really put them together yet, because there's still some pieces, some little pieces missing, so they're not fitting perfectly together yet, for me in my brain. So I'm trying to figure out what do they need to do to kind of bring it, you know, with 12 episodes left in the series, you know, basically a season's worth, well, modern season, I should say. It's just coming to that place now where some of the things that you're seeing are tying back to so many different things. I didn't want Milan to die, but I figured he was going to die. You know what I'm saying? By going out there, by Tenma trying to stop him, but couldn't stop. I'm like, you're gonna attack this guy just in the middle of a crowd where there's a ton of security and stuff like that, and you don't even wait until you get closer to the guy. Like, you just pulled, like, about, I want to say he's probably, it looked like he was probably around 20
20-25 feet out from the guy, and it looked like he got shot before he could have done anything, because so many people saw him pull the gun out of his jacket or whatever. So, you know, and I don't know if this is like foreshadowing about what could possibly happen to Tenma, because he's going after Johan, and Johan is also tied to these people also. But I don't think Tenma would make such a mistake though. You know, because he feels the same way, even though I feel like the situations are a little bit different, but it's the same situation. It's like he feels responsible for all the families and people that this guy has killed, you know, over all this time. He feels responsible, and I totally understand why he feels responsible, but it was a dumb move to go after him like that. It's like he probably never get this chance again to kill the guy, but at least try to have a plan. It's not about, oh, he's in town, let me go try to see if I can kill him. Develop a plan, dude, on how you're gonna get close to him. I mean, literally, he could have walked up to the guy, you know what I'm saying? I think he could have walked up to him, hey, what's good, bop bop, you know what I'm saying? Like, you know, even if he didn't, this, even if he had decided that he knows that he wasn't gonna come out of this situation alive, at least you should have been able to take the guy out, man. But he didn't. So also, you know, the situation that's happening with Nina, like, it's just tragic, man, because I think she's a victim of the transformation also. I think they tried to change her too, and I think when she taps into her memory, I think that monster comes out. You get what I'm saying? Because I think she's struggling with dual personality also. That's what I'm thinking from what I saw from when she was hypnotized and she attacked the dude. I think, you know, her stronger side of her, I think the monster side of her has remained dormant, while the monster side of Johan has become the dominant. So with the split personalities, if I want to say that. So there's a lot of undertone in this anime that I love, things that they tackle, you know what I'm saying? I talked about trauma, I talked about the love aspect of it also, which I think is going to play a part, you know, in these last few episodes that we have left. But I still don't know, like, I can't sit here and tell you that I have an idea of how this is going to end, and not many shows do that to me. It's not many shows that do that to me. Like, I can't tell you how it's going to end, because the writing gotta be top notch to keep the audience in such a tizzy, you know what I'm saying, a confused state of mind, especially when all the episodes are already out, you know what I'm saying. And it's just crazy to me, like, if I was watching this on a weekly basis, it would drive me insane. You know what I'm saying? It would drive me insane watching this show on a weekly basis, you know, just waiting to see what's going to happen next. I don't know if this show was, you know, super popular. I know that it's gotten rave reviews, and it's one of the best, not necessarily anime of all time, but it's a very well written story or manga of all time. And it's gotten rave reviews of that. I don't know what it's like what the TV ratings were when it was airing, because of course the manga came before the anime, so you don't know. You know, people don't always gravitate to stuff like this on TV. People would rather read stories like this. You know, that's just my opinion, and from what I've noticed over years of watching TV, like, you have some stories with great stories, but a lot of times the TV just kind of like it like takes people out of it. People would rather read about stories like this than actually experiencing it in media,
people would still like to see live action of certain things that they read, but they don't support it as much. You get what I'm saying? So in any case, guys, thank you guys so much for tuning in. As always, man, it's always a pleasure to sit here and watch some monster. As always, I'm talking kind of soft because, you know, it's 2 o'clock in the morning right now. I'm trying to get some reactions done. I have these next 2 days to get some reactions done, so hopefully you guys enjoy this reaction. As always, man, leave a like on the video. I know there's a lot more people watching Monster on the channel, over 100 of y'all. Y'all can't say this is on the Google Drive, so you're watching this directly on YouTube. Don't forget to hit the like button, man, because I know you guys are enjoying the reactions. And of course, leave a comment. And as always, man, subscribe if you're new. It's your boy Terabyte Reacts, and I'm out. Peace.